私は多分雑用係だと思います。それはない、それはない。ストッキング買いに行ってるでしょ。ゴミは必ず片付けてるでしょ。その辺のちり紙とかもこうこっちに置いたりなんだりかんだりしてるから、私は多分雑用係です。私は結構性格が淡々としてるんですけど、なんか男っぽいっていうか、だからチームをまとめてるというか、うん、そういう感じ。そうだよね、うん、です。班長さんです。班長さん、学級委員長じゃなくて班長さん。そう、はい、チームリーダーです。私は自分では甘えてるつもりなんですけれども、みんなから言わせるとわがままの僧です。はい、その通りです。はい、わがままです。そんなことないと思う。